ムです。では518日目、リボルブチャレンジ連続10回、今日もリボルブ挑戦していきたいと思います。まあ、10回を3回やったらゴールということ で今2回達成して、で今3回目の方ですね、挑戦していってるんですけども、やっぱりなんかやっぱりまだまだ満足できないですね。右足のこうやっぱりなんだろうな、右足で蹴るボール、まあ、を右足のこの蹴るのが安定していないんですよね。高さだったりとかバラバラで、高さ位置とかもう蹴る位置がバラバラなんですよね。 なので、まあ、そこを意識してうまくこう安定してできれば回数もいくと思うんですよね。なのでそこを意識しながら今日も挑戦していきたいと思います。では早速今日はやっていきたいと思います。6分ですね、いきます。6分、よし、じゃあいきたいと思います。頑張れ。まあ、10回行ったとはいえなんか違いましたね。綺麗じゃないです。お腹に力を入れて上半身をちょっと安定させてみよう。
ああ、引っかかったな。頑張れ。ちょっとあれな。違うね。多いね。頑張れ。まあ惜しかったですね。まあ、10回いたんですけど、ちょっともうなんだろう、足と蹴る右足が本当なんだろう、こういう風になって、こうもうバラバラな状態でやってたんで、10回目はこれはノーカウントですね。まあでもまあいい感じに今日はできていたのかなと思いますが、やっぱりまだまだ右足の安定して蹴るっていうことがまだまだですね。あと回す方の左足は結構なんか回ってきたなとは自分なりに感じています。であまり力まずに力を抜くと結構回るのかなと思いました、感覚として。うん、はい、ということで、まあ、まだ次も諦めないで次また頑張っていきたいと思います。で、まあ、最後にまあそうですね、いつも言ってますけど、新年度に入ってまあ一生懸命慣れようとして頑張って、それでまあね、いろいろもう疲れとかが溜まっている頃だと思います。なのでまあよく休んで、よく美味しいものを食べて、でちょっと運動して、お互いに、まあ、体調管理、まあ、整えながらお互いに頑張っていきましょう。うん、では、最後に皆さんに感謝して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。